原田東民さんは原爆が広島に投下された日、軍医として戦地台湾にいました。終戦の翌年、一面焼け野原の広島に戻った原田さんは外科医としていち早く原爆障害治療を開始。開業医たちに呼びかけて被爆者救済のため広く医療活動をしてきました。私は広島市の中心地に病院を建てようと思ったんです。広島が再興するためには、復興するためには医者がどうしてもいるんだと。そしてその被爆者の方々、後遺症を持っておられるはずだと。それに対して私は戦争で7年間第一線におりましたが、それで死を免れてきた。しかも原爆も免れたんだ。私はちょっと幸福すぎる、運が良すぎるんだという、なんて言いますかね、亡くなった方に対する申し訳なさと言いますか、後ろめたさという感じがありましたので、私の余生、まだ33歳でしたけども、私の余生はその方々のためにあるんじゃないかという気が しました。まあ、そういったわけで私は広島に出てきて焼け跡を見たんですけども、そこであまりの破壊の凄まじさに、これはどうしても広島の再興ということはできないと思ったんですね。この焼け跡を片付けるだけで何万台のトラックがいるじゃないかと。そんな、まあ、仮にトラックがあるにしても、それだけの金が日本に残されているかどうか、広島市は壊滅してるから市には金ないだろうとしてみると、これを片付けるのからまた何か建てるのか、全部市民の力でやるということは到底できないと思いましたね。したがって医者が少々の小さな病院を建ったって用がないんだと思って、非常に絶望してそこの焼け跡を後にしたんです。ところがそれから約10分ばかり歩いて、確か境町あたりじゃないかと思います。もう全くどこの町かわからない、足の踏み場もないほど道も瓦礫が積もっていましたしね。ところがひょっと30メートルぐらいの間、道がきれいになっているところがあったんです。そしてその横の50坪ぐらいの土地が整地されていたんです。でびっくりして見ると、一人の若者がスコップ持って土地を整地してるんですね。それで私はまあ人が懐かしかったから、その軍服姿の若者に声かけたんです。こんにちは、何してるんですかって言ったんです。そしたら向こうもこっちが軍服着てるもんですから、まあ懐かしそうにね、鉢巻きを取って、いや実は私の親父のと私はここで一緒に呉服屋やってたんです。ところが召集になって北市で私は六幕編をやり、返されてしばらくこっちにおりましたが、また再召集になって九州へ花掘りに行っておりました。ところが原爆が落ちて帰ってみたら、家族全員いなくなっておりまして、それでまあ、遺体を探す方々こう片付けてみたんですが、もちろん何も出てこない。でそのうちに私は家を建てようと思った。一粒の家です、電話ボックスのような家です。だけど何もしないでいるより、そうでもしたら気が休まると、そして何かやりがいがあるように思うようになりました。それに私のようなもののところでも嫁に来てやろうという娘さんがあるんですと言って笑いました。それでこの一つもの家にね、若夫婦が暮らして、なんとか私は生きていきますよ。今まではお上の言うままにやっていましたけども、もうこれから私が闇屋をやろうと何々をやろうと、お上が干渉することは許しませんと。もう許しません、自分の自由に生きていくつもりです、
まあこういう意味のことを言いましたね。私はそれでハッとしましたけども、まあしっかりやってくださいって言って別れて歩いて帰る途中にね、だんだんこれはだんだん私は感動してきたんです。それは若さのためかな、だから一人でねここへ家を建ってやってると、これは人間というのはそういうものなんかもしれないなと、自分がよりよく生きるために汗を流すという一つの本能があるんだろうかとしてみればね、明日はまた別の若者がその自分の瓦礫の町をね掘り返す、そしてまた一つもの家建てるかもしれない。一月経ったら50人も60人もの人が戻ってくるんじゃないだろうか、そういう気がして、だから私もねその時33歳だったけども、俺がやらなきゃ誰がやるんだと、たとえこの広島が死の町と言われようとね、その真っ先に俺は病院に立ってやろうと、そういうふうな、まあ、大それた一つの、まあ、干渉ですかね、あるいはその一つの意地と言いますかな、こんなに広島を壊したやつへの面当てに、広島にはまだ人間がいるんだぞと、頑張ってるやつがいるんだということを見せてやりたいというような心も働いたかもしれませんね。それで私はその日うちへ帰ってすぐ紙を出して定規と鉛筆で小さな病院の設計図を作り始めたんです。私はその若者はねひょっとしたら神さんじゃなかったかなと、思うんですね。神様が軍服着て私を諭したのかなと、まあ、もちろんそんなことはないわけですが、そう考えたらどうだろうかと思ったものです。これが広島市の復興の原動力が案外そういうところにあるんじゃないだろうかと、人間の本能ですね。そして、21年の11月1日に私は開業しました。病院を建てるっていうことは非常な、まあ、困難を伴いましたけども、まあ、なんとかやり遂げました。そして、まあ、初日に来た患者っていうのは5人で不老児でした。お金の払えるような患者は来ませんでしたね。大体こう周りに一軒の家もなかったんです。しかし一月経ち二月経ち、その間私は、職員に払う月給払う金がなかったから、家内が着物を売ったりしてね月給代を出して、初めは患者来るわけないですよね、いないんですから。しかし翌年からポツポツ市民が帰ってきて、私は忙しくなりました。そして原爆の被爆者、傷ついた人たちは一番後に帰ってきました。みんな田舎で傷を養っていた。そして22年から私は形成外科的な食費とかそういう細かい手術で機能を失った口とか目とか耳とかそういったところの機能保全、それから指とかですね、物を握れなかった指、あるいは伸びなくなった肘とか、そういったものの手術を随分たくさんの手術をやりました。当時の広島には大学があるわけじゃない、観光立病院もまだ開いてないんですよね。そして図書館もない、医学書を買おうにも本屋がないという何ないない尽くしなん、衛生材料がないと、まあ、そういった状態のもとに、しかし俺たちはそのこの原爆の傷跡を治すにはもう普通以上の知識を持たなきゃいけないと、というので私はこの市の周辺に生き残ってた40人ほどのお医者さんを自転車で回って、まあ、登録してもらってね、医師会を作ったんです。病院が、私の病院ができるまでにそれをやりましたよ。そして外科会もね、外科の人一人もいなかったのを郊外にいる人7人ほど探し出して、広島で第1回の外科集団会をやりました。でそれはまだ私の病院が11月にできたんですが、9月にはその外科会っていうのを作ったんです。それでいろいろ情報を交換してね、どういう薬があるとか
どういうふうにしたらこういう病気が良かったとか、こういう経験の交換をしたんです。まあ、そういったふうに一人ではものはできないんだということに気がつきまして、それで、ぼつぼつ帰ってきた人のいろんな科の人を集めてね、土曜会というのを作ったんです。日曜土曜の土曜ですね。そして土曜の夜、お互いの家に集まって、そこでお茶を飲みながら、この1ヶ月間に扱った変わった患者とかね、不思議な患者とか、難しかった患者とか、そういったものを話し合って、それで自分たち の, その知識の不足を補うようにしました。だからそれがだんだんエスカレートしましてね、原爆症の研究になったんです。私自身は外科をやって一番困ったのはケロイドの再発ということです。この盛り上がった傷跡が、それを切り取ってそこへ皮を植えても、また3ヶ月か4ヶ月すると元と同じように盛り上がった痛い、かゆい、醜い傷が出来上がるんですね。その謎に対して挑戦しました。で、いろんな手術のやり方を自分で開発したわけです。本があっても本には何もそのこと書いてないんですね。で、内科の人もね、ブラブラ病とは何だと、白血球や赤血球がいまだに少ないのはどういうわけだというようなことを、レントゲン科の牧野君は白血病の研究をする、それで内科の大穂先生は腫瘍、がんが多いんじゃないかと、そして死亡診断書には、市内の開業医はね、被爆したかどうかというと書き入れることにした。被爆した人にはどんな病気が多いかと、で寿命はどうなんだというようなことを、また ABCG が何もやらないうちに土曜会の医者が始めたんです。中山先生という内科の先生は、一定の患者は被爆したかどうかということをチェックしたら、それはずっとその大手行ってね、その患者は病気をしてようとしていまいと、自分の費用でその患者さんを追求していったわけですね。こういったことはね、普通の町の開業医さんが絶対にやってないと思うんですね。我々はまず原爆によってそういうふうに変えられたんだと思う。あまりにその悲惨な障害があったために、我々は一つの宿命だと、広島で医者をやる以上はそういう宿命なんだという使命感といいますかね、それに疲れたようになって、その土曜会の人たちは一生懸命に銭金ではなくて患者さんの救済あるいは研究というものに打ち込んでいったと思います。このことはね、歴史に残してほしいと思うんです。まあ、そういったふうに戦後の11、2年間というものは、私は原爆症に本当に疲れたようになって研究し治療をしました。約300人ぐらいの被爆者のひどいケロイドに対して1000回以上の、約2000回の手術をやりました。それである程度ケロイドはこうやれば治るんだという答えが出たのは10年ぐらい経ってからですね。それでその頃には医師会としてこれ取り組もうという、医師会もだんだん大きくなってきました。初め40人だったのが200人になり300人になってきましたね。私は医師会長なんかもやりましたので、その医師会の仕事の目的の一つにね、原爆被爆者の救済ということを取り入れた、会則の中に入れたぐらい、広島の医師会というのはそれに取り組んだわけです。そして昭和28年には原体協というその財団法人の前身になる被爆者の治療対策協議会というものを作ったわけですね。これも海外が作ったわけです。そして無料検診を始めた。随分な人を無料で診療しました。私だけじゃないんですよ、みんなですよ。外科医は全部集まって対策を講じてやったもんです。そういった
その戦後の10年間というのは後から考えてみましてね、広島の外科医たち、それから内科医たちの輝ける1ページだったと思いますね。そのうちに私は一人での医者がやったんでダメと、また医者だけがこれを取り組んだんじゃダメなと、政府が取り組まなきゃいけないし、市民が全体が取り組まなきゃいけない、国民が取り組まなきゃいけない、じゃあどうしたらいいかというので、私は柄にもなく社会に対して口を開くことを始めたんです。まあ、どういうことをやったかというのはいろいろありますけども、一つはもう一つのきっかけは原爆乙女という一つの問題があったんですね。谷本牧師、おととし亡くなりましたけども、この人が原爆によって、まあ一番無残に砕かれた顔ですね、その醜い顔のを持った人たちは心まで砕かれていました。その人たちをまず心から救うということを始めましたね。で、それに対して私も外科医としてできるだけのことをしようと思って、またやってきたんですが、そこへアメリカからノーマン・カズンズ以下マウント・サイナイ病院の医師たちが市民として立ち上がったんです。そして善意の治療をやるためにニューヨークに25人のいわゆる原爆乙女を招待しました。そして外科医者の私と大内五郎君とが付き添いとして来てくれというのでニューヨークに参りました。で、この事業は120何回の手術を1年半にわたってやりました。私自身はアメリカの形成外科というものの長所を学んできましたけれども、それだけじゃなかった。カズンさんが乙女たちを連れて行きましたね。そして治療が始まる前にまずテレビに出たんです。顔を直接は映さなかったけれども、シルエットで出た。しかしそれはアメリカ市民の想像力を非常にかきたてたと思います。非常な世論が起こってきたわけです。政府は嘘を言ったじゃないかと、こういった悲劇がまだ残って、今日25人だけだけど残ってるのはまだ数万という人が苦しんでるそうじゃないかという世論が起こってきたんですよ。特に区営課の人たちはね、それを根掘り葉掘り私のところへ来て聞いて、原爆の悲惨さという残虐さというものを学習し、また広島へ来るようになったわけですね。しかもノーマン・カズンズのやった功績というのはまずアメリカ市民にショックを与えたということですね。そしてその他にこれは世界に波及していくわけです。ヨーロッパにもね、すぐ波及していきます。それから日本の世論にも大きな影響を与えました。それまで一二のマスコミは原爆障害ということにキャンペーンをしましたけども、これは昭和26年までは厳重な圧力がかかってね、発表できなかったんです。私は外科医はね、それに敢然として立ち向かったんですよ。ひっくくれるものはくくってみろというので、日赤とか県病院とかそういったところで原爆後遺症の研究会というのをやりました。それで堂々と食品の成績とかね、再発する謎とかそういったものを私は何回も話したことがあります。それに対しては駐留軍は圧力をかけることができなかったですね。というのはやはり彼らも市民を圧迫するということがタブーだったんでしょう。政府を圧迫したけども市民は圧迫できなかったんです。だと思いますね。そういうふうにして市民にノーマン・カズンズのやったことは大きな勇気を与えたと思いますね。原爆乙女の人たちはね、全く自分たちは人間じゃないと思ってたんですね。もうそれが
私たちも人間だと、肩を張って歩きましょう、街を歩きましょうというふうになって、そのうちの半分は結婚しました。子供たちが16人できました。まあ、そういったふうにね、人間の被爆者の復権ということに効果があったと思います。もちろん私が何百人という被爆者の治療をやってね、その大部分の人はね、人生に自信を持ってくれたとは信じてますけども、医者の仕事というのはただ手術をし、あるいは薬を与えるだけじゃないんだと、心に対して治療するんだということをこんなに強く感じたことはありません。そして特に原爆の被爆者にはね、心で治療をしなきゃいけないという確信を与えましたね。広島にとって非常に大事な人たちというものがたくさんあるんですね。バーバラ・レノルさんなんか名誉市民になってますね。まあ、彼らのことを詳しく言えばきりはないんですが、あのエニウェトク環礁での水爆実験の反対に行って捕まったわけです。それが本当の平和の闘士になって広島にやってきました。そして私のところへ何の紹介状もなしにやってきて協力してくれと、そして平和巡礼ということを始めたいというので、私はその実行委員になり、実行委員長になり、責任者になってしまったんです。でその結果、まあ、被爆者が世界中をバーバラさんと一緒に回ると、その影響というものは非常に大きなものがありましたね。で広島にいるバーバラさんのところへたくさんの反響での手紙が来るようになった。でバーバラさんは広島にそういう窓口がなければいけないというので、ワールドフレンドシップセンターというのを作ることを提唱しまして、昭和40年の8月7日にそれができたわけです。それはどういうことをやったかというと、世界中に平和を願う人たちがたくさんいるんですね。約5000人の人が広島を訪ねてきて、広島を学習し体験しようとして、その人たちの便宜を図ってワールドフレンドシップセンターは宿を提供し、いろんな資料を提供し、そして対談、我々との懇談を進めていきました。だそれだけじゃなくて、平和巡礼といって被爆者の団体を十数回にわたって我々はアメリカに送りました。その数は延べ100人を超してます。そしてアメリカ全土数百箇所、もっと1000箇所以上でしょう、回って話をし握手をし、まあ、あらゆることをやりましたね。それからアメリカだけじゃない、ヨーロッパに行ってもやったわけです。私自身も3回ほどアメリカ、ヨーロッパを回りました。その映画、我々が作った原爆の記録という映画を持ってね、回りました。まあ、そういうふうに私だけじゃなくて、市民運動が昭和30年後半においてですね、市民運動が非常に盛んになって、多分今でも200ぐらいの市民団体があると思いますね。平和団体、小さいけども皆何かを目的とした平和団体が200近くあると思いますね。大きな、いわゆる職業的と言われていいほど大きな平和団体はありますけども、そうじゃなくて皆手弁当で何十人かでグループを組んだ、絶えず何かをやってる市民団体というのが広島にそれだけあるということはね、これは驚くべきことだと思いますね。他の町にそんな、決してそんなありませんね。私はその点広島を非常に誇りに思っております。それから申し上げておきたいのはね、原爆というものは破壊しただけかということになりますと、もちろん破壊したんですね、心まで破壊したということは言いますけども、心の方は一度破壊されたものはリバウンドと言いますかね、反動的にこう飛び上がるということがあります。一部の被爆者は成人に近くなったと言います。
バーバラさんなんかは被爆者を預言者だとはっきり言うんですね。リバウンドっていうんですかね、被爆者の精神が非常に高揚したと思うんですね。でそれは世界中に一つ広がっていったと思います。反核で本当の核戦争が起こらなかった一つの原因はね、被爆者の人たちが怨念といいますか恨み事ばっかりを言わなかった、さっぱりと諦めて、被害は私たちだけでやめてくれと、今後ニューヨークであろうがモスクワであろうが世界どこの空においても原爆が爆発しないように、我々の犠牲がそれを食い止めたということになればそれで満足しようと、こういった高い精神を得たんですね。これは誰が教えたんでもないんですね。苦しんだ挙句にそういう結論を持ったんだと思います。何よりもね、外国の平和主義者が来て感動することはね、被爆者はすでにその自分たちをこんなに破壊した、で友人を殺した、原爆を落とした人たちを恨んでないということ、憎んでないということに驚くんですね。アメリカ行って話をしますと、真珠湾はどうしたと、原爆のことを言い立てるが、戦争を始めたのは日本人じゃないかと、パールハーバーをどうしてくれるかという敵意のある言葉が返ってきます。残念なことだと思うんですね。それはあくまでそうですよ。それを乗り越えた上での我々発言をしているつもりなんだが、それを分かってくれない人が多いんです、まだ。だから平和巡礼というのは何十回あたって足りないですね。しかし、私は核戦争が起こらなかったことはね、被爆者を含めた広島の市民の努力が何割か効力を発揮したんじゃないかと思います。今モスクワで2つの超大国の首脳が話し合ってます。もちろん結論は簡単に出ないと思いますけどね、そういったムードになることも、原爆を落としたら世界中の人たちから悪者だと非難されるだろうということがね、さすがの彼らその政治の悪と言っちゃ悪いですけどね、彼の初めから悪いわけじゃなくて国民が悪くしたんですが、その人たちだってね、自分が悪人にはなりたくないと、だから平和交渉でもやる、核戦争をやらないという食い止めるのは、やはり被爆者が絶えず証拠りもなく訴え続けた、これが効果があったんじゃないでしょうか。で私は、ね、将来広島というものが消えてなくなることないと思います。被爆者は死に絶えますよ、いずれはね。しかしながらそれを継承しようという若者たちがたくさんいますね。それに非常に私は心強く思うんです。どうか被爆二世であろうが、被爆しておる前が、広島の人たちはそういう一つの義務があり責任があるんだと、私たち外科医が広島に開業して被爆者を助ける義務があるんだと、使命があるんだというふうに感じた、それを今の若い人もね、どうかその引き継いでほしいと思いますね。今や私は年取って、隠居してしまいましたけれども、それだけをお願いしたいと思います。